こんにちは、華道家の宮本理丈です。今日は、コミ、お聖火とかよくの Y の字作ってますよね。あれをね、コミって呼んでます。あとね、言い方がまたいろいろあって、配り、花配りですねとかって呼んだり、流派によっては、またぎとか、なんかね、いろんな呼び方あるんですね。で、古流では、コミって呼ぶことが多いと思います。なので、コミに使う木を、コミ木って呼びますけど、ムクゲの木が一番いいって言われている、作りやすい。もちろん他の木でもできないことはないんですけど、ムクゲがどういう木かっていうと、まっすぐ、ストレートでしょ。そして、すっごい粘ってくれる。言ってみたら溜めやすいというか、木ですね。なので作りやすいですね。今日はムクゲを使ってコミの作り方の実演をさせていただきたいなというふうに思っています。じゃあ早速やってみたいと思います。じゃあ早速作っていきたいと思います。まずこのムクゲですね、どこで作るか、当たりをつけると、まっすぐなところを選んで、あと半分に割るんですけど、割ったところにこの節みたいなのがあると真ん中にできなかったりするので、それを避けてどこでこう割るかっていうのをまず考えると、じゃあここにしようかと、裏もないなということで割っていくんだけど、割る前に斜めに切ります。斜めに切ることで真ん中取りやすくなりますよね。これで真ん中取りやすくなる。で、裏も見る。裏も真ん中ね、来てるなと思ったらズバッといきましょう。ズバッと2回ぐらいハサミ入れた方がいいですね。もう1回こんぐらい。そしたら割る。この時にしっかりここ支えないとずっと下まで割れてっちゃうので、これあんまうまくなかったですね。これちょっとこっち薄いでしょ、こっち厚いでしょ、あんまり良くないですね。これでもう一箇所、これ悪い例にしよう。そうでもないか。これでね、 T 字ぐらいにするんですよ。悪くないか。真ん中切っちゃう。T 字になったの分かります？T 字で戻すと、悪くないね。これで今 Y が取れたと思います。こんな感じで割っていくと、だから先にこの長さ決めちゃうとバキッてやるのが難しいんですね。だから長いまま作ってます。最後に長さを調整するということですね。で戻して、今日はちょっと分かりやすくガラスの花瓶に作りますけど、本来ガラスの花瓶でやらないですね。結構圧が強いんで、刃も思いっきりやったらガラス割れちゃったりすることもあると思うので、竹の花器に、寸胴花器にやることが多いですけど、今日はあえて分かりやすくガラスでやってみます。で、毎回作るんですけど、これは大きさはその日生ける枝の太さ、あと本数ですね。で、この大きさの調整をする。で、生けるものによってはこう細めに作ることもあるし、ね、太い枝の時はちょっと広めに作る時もありますね。何を生けるかによって変わってきます。今日は平均的に真ん中ぐらいの枝を大きさで作ってみたい。なので、こことこことここを切るってことですよね。3箇所。上2箇所は一気にいった方が、同じ長さになりますよね。これでまずこっち上行きましたと。今度はここ切ればいいってことですよね。ここを切る。
れがね、まっすぐ切るのがなかなか最初難しいかもしれません。こうやって回して切ってますね。垂直に切るのは逆に難しいですね。ちょっと斜めになっちゃった。ちょっと斜めになっちゃった時とかは、まあ、まっすぐにちょっとずつ切りながら調整ですね。で、入れ方ですけど、若干こう閉じ目に入れて、これわかりますかね、先が高くて手前側が低い状態ね。これで一回当ててみると、今若干こう角度がついてるのわかりますかね、こちらにね。その状態で OK です。それをこの手前を引き上げながら、かつ上から、上は広げる、同時にやっていくような感じですね。上は広げながら、手前は自分の上に引くみたいなのを同時にやっていくと、こう圧がこうかかっていく、ガラス割れそうなぐらい、これが違ったら分かりますかね。だから最終形平行にすることはないですね、地面と。まあ、ただちょっとこっちが奥が上に上がってるぐらいが、まあ、逆に言うと理想ですね。こんな感じ、ね、上から見ると、まあ、大体この Y の角度30度ぐらい、そんなにね標準は広げないですね。こんなぐらいでいいかなと思います。なんか綺麗に入りました。それでこの中に、まあ、枝を入れていくということになっていきます。これでまあY 字込みっていうのかな、作り方ね、こんな感じです、まあ、次今度ね V で作ってみます。 V の時はこの長さが2倍いるわけ、こう行きたいんですよ、まあ、ちょっと長めにとってここら辺で半分に割るってことですね。割った時に逆に変に角度ついちゃってるとなので、それだけ考えますね。こっち側で切った方がいいかな。これでまずハサミで切れ目を入れると、半分ぐらいで、まあね、粘るってこういうことですね。折れないでしょう。これがムクゲの素晴らしさですね。でここをカットします。で一旦まあここ同じぐらいの長さで切りましょう。よいしょ、太いですね。そしたらこう入っていくわけ。これはだからさらに枝の本数が多い時とか、まあ、太い時に使えますね。ここまで広げる時ありますね、場合によっては。すっごい太い、この前家庭でやったようなのはこっちの込みで作りましたね。こんな感じで入っていくと、今度はこことここ切るってことですよね。これはだからちょっと斜めに切ると、同じとこら辺で、これでちょっとさすがに角度つけすぎた。でこう入っていくと、これで V 字の込みができると、こういう太い枝もこれで支えられるということですね。まあ、昔は剣山なかった時代はこれで、まあ、壁の向きに切るわけですよ。この刺す枝もね、こうやって止めてたってこと。剣山ない時はここに今壁にまたぴったり入ってるよね、壁に当たってるよね、切り口が。これと込みで壁に当てて止めてたと、昔は。だから剣山ない時代はね、これだけでやってたのすごいよね。込みを使っていけばね、一つお成果ってイメージありますけど、お成果じゃなくてもいいんですよね。要は剣山も花止めの一種、花を止める道具として、まあお成果以外でも使っていいかなと。剣山ない時とかね、逆に重宝するかもしれません。ちょっとさっきの
込みを利用して、これは受け筒的な落としとかって言いますけどね。これカゴ、こんなのにちょっと入れてみたいと思います。ちょっとサイズダウンしないとダメですね。スカスカで入んないとき、新聞紙ちょっとこう綺麗に折って、厚さはこの折り方によって変わってきますけど、ここに当てる。そうするとこうグッてなったものに使ってます。ここに新聞紙当てる。そうすると短く切りすぎちゃった時のリカバリー方法、これ。そうするとこれで今ガッチリありましたよね。で、まあ、これが手元に見る側からするとここの見えないところに来るので、加点の時とかさすがにやんないけど、まあね、ちょっと楽したい時はこんなことすることもあります。それでまあリカバリーするんだということで、この落としをカゴに入れて、今日は剣山なしでちょっとお花をかけてみましょう。ゴミのいいところは 足元が一本になってくれることですよね。だからとてもキリッとしたいけばなができるかな。すごい可憐なお花でしょ。これはカンパニュラっていうお花の一種、ピクシーベルっていうカンパニュラの一種のお花ですね。とても可憐なお花ですね。これをちょっとカゴに行けてみましょう。一種類でやっていこうかな。ここのやっぱワインの中に入れる。これで今入れるとちょっと斜めに今倒したかったけど倒れなかったので、そういう時はまあちょっと広くして角度をつけるために今広げました。そうすると角度つついてきますよね。2本目足を揃えたいので、ちょっとこのお花はなしにしましょう。私は後ろから生けてますけどね。どう？いい？めちゃくちゃ綺麗ですよ。可憐だよね、このお花がね。一種類でいいかもしれないですね。ちょっとやっぱり下まとめのねじめ的なのを入れたいと思います。これ霜付けですね。葉っぱ綺麗ですよね。ここにちょろでいいんだけど、後ろですね。いろいろこう下に今入れてますけど、この下に入れてる葉っぱも込みの中に全部収めてる。ただこんな感じでいいかな。はい、お疲れ様でした。今日はコミの作り方と2種類ですねと、コミを使ったいけばな、お成果じゃないいけばなをやってみました。どうでしたか？今回あれですよね、結構遅いじゃないですか。剣山だったらこの感じでできないって言います。そうですね、逆にこういう細い今日のカンパニュラのピクシーベルだっけ、
ね、細いのは刺さりづらいので、ゴミみたいなのでまとめた方が逆に良かったりしますね。相性がいいと思います。作品見るにあたってな、人によっては、まあ、これでお花綺麗だねって見る人もいれば、どうやって止まってるのかなまで見る人からすると、やっぱね、コミがかっこいいっていう人もいますね。実際そう思います。僕も剣山なしで、まあ、コミだけで止めてる、なんか止め方もかっこいいみたいな、まあ、見せないところも見せるじゃないけどねそんなかっこよさもあるんじゃないかなって思います。今日はちょっとカゴにこう年を入れて、ね、可愛いお花をまとめてみましたけど、なかなかね、可憐に、ね、またちょっと 和っぽくね、なんかそして上品さもあるかななんて思って、僕もちょっと今日は内心満足してますけど、お楽しみいただけたり、またちょっと頑張ってね、コミやってみようとかって簡単にやってるそうだけど、やってるように見えるけど実は難しいですからね、苦労しながらやってみていただければなって思います。はい、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。